プレーガムスポーツ第72回の今回は、えっと、若駒ステークス3歳オープン特別の予想をしていきたいと思います。まず今回の特注馬、想定8番人気、私を待っている。まあ、前に行く馬が有利になりがちな、ね、消灯数の2歳、3歳戦ということを考えると、まあ、前に行きそうな馬で、まあ、かつね、人気薄でノーマークになるのはこの馬かなというようなところで、人気薄を狙い撃ちということで特注を打ってみたいと思います。 そして想定1番人気スーパーフェザーこの馬を消していきたいと思います高額で取引されて POG でも人気したなんてことからここで人気しているようなんですがシンバでギリギリ勝った2着馬はその後と2戦勝ち上がれていませんまあそう考えるとそこまで素質もシンバでいいレースしたわけじゃないのかなということになってくるかなということで消していきたいと思いますそして想定2番人気フォックスクリークこの馬の方を狙ってみたいなと 新馬勝ちから間を空けてきましたが、えー、と前傾に紙の田原ほかということでこの時期までは信頼のおける血統先行力もありそうなんでねこれも期待できると思いますそして想定3番人気ケイティ・クレーバー消灯数の2歳3歳オープンは逃げ馬を狙うってう意味ではねこの馬人気してますが、まあ、この馬が先手を奪うんじゃないかなと朝日杯にも出たぐらいの馬ですしここは狙えるということにしてみたいと思います そして想定4番人気、マイハートビート。この馬は消していきたいと思います。ここも手薄なメンツになったとはいえ、ここ2戦負けすぎ、それも小当数で負けていることを考えたら、ここでも適正面でどうなのかなと。これが多頭数の中での惨敗とかだったら、手頃な小当数に戻ってなんていうことで印を打ってもいいんですが、ここは消していきたいと思います。そして想定5番人気、バイオレントブロー。この馬は嗅いでいきましょう。 同じくちょっと最近の巻きが少しは気になるんですが父バゴ・母父ダンスインザダークと菊花賞を出している守護バの配合ということは、まあ、京都代わりはねプラスになるんじゃないかなということで狙ってみたいと思いますそして6番人気ウィン・ダナキラ未勝利勝ち上がったばっかりですしねこの時期ボバ・ヒンバの差が出てきてますから、まあ、そう考えるとヒンバで未勝利勝ち上がったばっかりっていうのは厳しいんじゃないかなということでスルーしておきたいと思います そして7番人気エルティグレこの馬買いですね前走までえっ、ー、と未勝利勝ち上がるまではダートを使ってきたのが前走初芝でいきなり特別3着とそこそこやれましたのでね、まあ、母父アグネスタキオンはダートの方がいいとはいえまあ芝で結果を出したってことはこの馬は芝向きなのかなとまあそうなってくると狙えるんじゃないかなということでここまでで後藤ボックスなら多分当たるだろうということで狙ってみたいと思います以上8位でした